いやまあついにですねえ重症急性呼吸器症候群 SARS 様がですねお怒りになってきたかもしれないえ私はですね2004年の SARS1 の時ねの時の記憶がめちゃくちゃあるんですよねやべえなと思った記憶ねえでまあ、あのー、当時サラリーマンでしたからえその会社の中でもうえ中国からもう帰ってきた人はもう完全マスクですけどもえまあとにかくやばいと <laughs>。 とにかくやばいとての16年前にも鮮明に記憶してるんで、やっぱりです SARS 様がね、お怒りになった場合、ね、SARS、どういうふうに転がっていくかわかんないんですよ。我々にとってまずい方向に転がっていったま変,異ね変異していった場合にはえやばいなと思ってたんですよ。昨日気になるニュースがあっ でちょっとそのマナウスアマゾナス州のマナウスっていうところをポイント絞ってですね検索をかけてたら4時間ぐらい前に BBC の「ニュースブラジル」っていうものでもう同じような報道、ただちょっとねデータがもうちょっと詳しく書かれているのとあとね二重感染のことに関しても、あのー、報告されててでそして BBC が伝えてるやっぱり最初の確認者っていうのは日本人ね。ねその ブラジル変異株 P.1 って名付けられたそのやつっていうのは、えー、日本人そしておそらくネクストステレインに国立関係感染症センターの研究者かなんかが、えー、投稿した関塚剛さんだかなんか分かんないけどそういう方が投稿した 20j スラッシュ 501y.v3 っていうね,ねものなんじゃないかなと n、まあ、ネクストス r レインの中で、えー、付けられているコードが 20j っていうやつね だから、えー、そういうものが、えー、あったで。そしてアマゾナス州ではなんか1月には91%、まあ、そのサンプルの取り方とか詳しく書かれてないんで、えーまあ、ちょっとわからないんですけど、まあ、時,系時系列的に追っていってるみたいですね。こういうい感じで <laughs> 1> A.2 1から B.1 とかこういうふうに名前を付けてそのブラジルの中だけなのかこれ世界標準なのか分かんないけどこういう名前の付け方をやってって P1 まで来たんですでそしたら P1 が今までだったら B.1.195 っていうやつが結構あのパーセンテージ占めてたらしいんですけどもう もはや P1 登場してから N501YN ね、N、から Y に変わった501というポジションが変わったこれイギリスとか南アフリカでも存在が確認されてるやつねそれが入り込んできてなのかそのアマゾナス州の中で えー、そういうふうになったのか分かんないけど、えー、もう91.4% <laughs> まあ35サンプルのうち32サンプルってそのねサンプルの取り方とかよく分かんないんですけどまあ BBC が報道してるからそこの値自体はあのただ正しいでしょう、えー、フェイクじゃないでしょう、えー、だからあの数値はフェイクじゃないただその数値の出し方っていうのは詳しく書かれてないけどまああの昨日の、えー、やつとも整合性がある、うん、これ日本で確認されたって書いてるから BBC のやつでも、えー、その P.1 っていうのは。 日本で確認されたって書いてるからおそらく成田空港で、えー、ブラジルから帰ってきたと思われる日本人旅行客なのか分かんないけど4名の方ね、えー、女性の方軽症子供1人軽症子供1人無症状そして男性の方ねお父さんと思われる方が、えーまあ、重症、えー、かもしくは中症ということでそういう ものが、えー、確認されてでそのニュースで気になったのは60歳未満のね、えー、その致死率アップの報告もありましたんでだからまあその BBC のニュースにも書いてるかなと思ったらないただ代わりに恐ろしいこと書かれてました驚異、えー、の感染力ということで二重感染ね 二重感染な何かにかかっててそしてまた P1 にかかるみたいなそういうことが書かれてるんですよねだからもしねこの SARS 様の怒りですねその16年前の、えー、記憶がちょっと蘇ってくるんですけど、えー、まあ今日あの我々人体にあ 悪影響を及ぼす率が高いものになってくるとウイルスっていうのは感染力が強くてそういうものが生まれてきたならばいっぱい広がるからいっぱい広がっていっぱい人を殺して人類を殺してそして最終的には消えてなくなっていく方向まあ消えてなくなっていくっていうかそういうやばいやつからやばくないやつに変わっていくって可能性あるよねでだけどまたそれがいつぶり返すかもわかんないけどね わかんないけど、えー、それが1年ごとに冬になったらそういうやばいやつになるのかもしれないしわかんないけどまあ,あのそこっていうのはもう我々コントロール人類がコントロールできないところですから、まあ、集団的にねワクチンとか使って疑似的な集団免疫状態を作った上でやるとまたそれに対応したっていうかまあ必然的に消滅するものは消滅し残るものは残るみたいな形であの なっていくわけですよね、えー、だからちょっと怖いなっていうことですね、えー、まあブラジルの変異株ポイント1っていうやつねアマゾナス州で、えーまあ、1月の,3そのマナウスか分かんないけど35サンプルのうち32が。 この P1 っていうやつで,で、昨日私の動画でお伝えした通りにもしかすると60歳未満の,そのね致死率が大幅にアップしている可能性があると、700何の死亡例のうちの280何だったかな、200ちょいぐらいが60歳未満であるとね、それはブラジルの,そのね今の状況、マナウス周辺の,その えー、状況っていうのはわからない医療体制がねそのままほっぽっといて日本のように人工呼吸器つけれるかどうかわからないからねただ日本よりは高齢化は進んでないでしょうおそらくね、えー、そもそもがそういう医療状況だから多分平均寿命が低い日本よりも、えー、ブラジルの方が平均寿命が低いはずで、低いところで流行ると、えー、医療体制は、えー、<laughs> あの 日本よりも弱いかもしれないけど逆に言ったら平均寿命が下だからだから、えー、今までの通例からいくと、えー、SARS での,その致死率っていうのはそんなに上がらない要は日本とあんまり変わらないよみたいなね日本は高齢化してるけど医療体制のバックアップでカバーしてるところがあるでしょあとはみんな恐れおののいでマスクしたりそういうソーシャルディスタンス取ったりいろいろやるから自粛的にやるからねせあの強制力がなくても自粛的にやるからこの程度で抑えられていたけど そ,のそれすらも、もはやこの 501Y ってやつは突破してくるかもしれない。要は簡単に言うと、夏になったら、自然消滅していくんじゃねえかって思ってたら、ちょっと待てよってことですえ。ブラジルってそんなに寒いんですかみたいな <laughs>。ブラジルって北半球じゃないですよね、南半球ですよねってことでしょ。で、そこのブラジルに行ってきた日本人 4, 4, 4人の,その家族か分かんないけど、全員感染したわけでしょ。 だから、あのー、なんかあったかいところで感染してるわけでしょ、逆に言ったらね。だから、あったかいところの、そのねえー、これから日本が暖かくなっていったときにそのえ、ウイルス側に,にとっては厳しい条件になるかもしれない。だから厳しい条件になるかもしれないけど、ウイルスは、えー、N。 501というポジションのところ、N から Y に変わったことによって、これはまあミステイクで変わったんだけどね、そういうウイルスが意思を持って,して進化したわけじゃなくて、えー、我々人体がコピペする、誰かの人体の中でコピペされたときに間違って N から Y にコピペして、そしてそれがいっぱい増えて、そして感染、広まったと。広まったからこれが主流になってきたってことでしょ、1月から、あっという間、1ヶ月か2ヶ月ぐらいであっという間に主流になってきた。 ね、これがブラジルです。北半球じゃないです。ね、これがもし日本に持ち込まれたら、日本が、ね、これから夏に向かっていって、よっしゃって言ってる時に、いや別にな夏でもめっちゃ感染力持ったやつありますよ。しかも、えー、4名のうち1名が重症化するようなものですよみたいな。しかももしかするとその、e、E484K、e、でしたっけ その南アフリカで変化したところのやつを引き継いでるやつね E484K e 4 e 4 8っていうところも、えー、E から K に変わってる484というポジションのところねだからこれがあるとなんかこう交代の話とかもやってて私詳しく分かんない分かんないけど二重感染があるかもしれない見てるんだねあじゃあ今日本で流行ってるやつね冬に季節性で流行ってるやつが、えー、このブラジルの、ね、P1 にどん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 チェンジしていきますみたいな あれなんか暖かくなってきたけど、全然、全然、感染者数減らねえぞ、みたいな <laughs> ね。ねとか、もしくは、1週間前になんか治ったばっかりなのになんかまた同じ症状出てきたみたいなか。か調べたら、新型コロナでしたみたいな。え、なんでなんでまたかかるのみたいな。だから、免疫状態としてはただの風邪だからってことですよ。ただの風邪って、何度でもかかります。で、そして、ただの風邪でもなくなる人はなくなるわけですよね。 でくなるただの風邪で亡くなる人は亡くなる中で、SARS ていうのは重症急性呼吸器症候群ですから <laughs>、ね、そもそもが。だから皆さん、新型コロナとかただの風邪という言葉フレーズを、ね、いっぱい聞きすぎちゃって、そもそも SARS 様っていうのは重症急性呼吸器症候群ですっていう頭がないんですよ、多分ね、ほとんどの人ね。私はもう鮮明に16年前の記憶あるから、確か20 2004年だったと思う、16年前だあ17年。 17年前になるかな2004年ぐらいでしかもその冬ぐらいだったと思うんですけど、えー、当時あの会社の人が結構中国とかに出張しアメリカとか中国とかね出張しててで中まあアメリカにも多分あったと思うんですけども中国に行ってきた人は、えー、みんなからなんかばい菌のように扱いちょっとね、えー、あの差別的に <laughs> 扱われてたんですけど、えー、まあ半分冗談で半分本気ね多分50%ぐらいは冗談で 来るるななな近寄るなみたいサーズに移りたくないから力がるなみたいなやつで半分は本気なわけですよ。本当にやべえぞって思ったからね、その時ね。で、それなぜやべえぞって思ったらかっていうと、いやまあ、その時なんて年齢、そのサーズ1の時ね、サーズ1の時には、年齢によってこういう風なそな、なんつか明確なね、ののなんつか やつとか分かんなかったから、サ、えー、ーズワンがそもそもそういうの持ってるか分かんないけどね <laughs>。多分ないとあ,ーあの。 似たようなものはあるかもしれないけどゲノム的には多分10何パーセンセト以上違うって書いてるからもう別物ね、多分、SARS1 と SARS2 ていうのは全く別物だけど重症急性期、呼吸器症候群を引き起こしますよっていうのが、えー、特徴で SARS1 SARS も SARS2 もね、SARS2 の方はなぜかそれがお年寄りの方が多いとか基礎疾患がある人が多いっていうだけ。 だから今回、もしかすると、その SARS 様の怒りが、怒りに触れて、その SARS 様が怒ったときに、60歳未満の致死率がアップしたのは、それはもしかすると重症、急性、呼吸器症候群じゃないかもしれない。例えば、ウイルス、血管をこう攻撃。 血栓とかいっぱい作っちゃったり分かんないけど肺,肺よりも他の症状の方がやばくて死んじゃうっていうね,ね、えー、肺血性ショック死とか分かんないけどそういうやつね私がただの風邪でなった症状 本当、1>, あのもうほんと1週間入院しましたから <laughs>、ただの風邪でねで、敗血性のような疑いになって、もう全身にぶつぶつみたいなのができて、点滴も受け、と,とにかく安静にするしかなかったんですけど、その時はね、だからそれっていうのは、別に呼吸器は大丈夫 <laughs>、呼吸器は大丈夫なんね高熱と頭痛と激しい高熱。 ああ高い熱と激しい頭痛に苛なまれましたけども1週間ぐらいねでだから SARS 様がお怒りになった時に60歳未満のその致死率アップの報告もあったんで、まあ、これからね本当であれば論文とかこういうふうに BBC とかそれっぽいあのメディアがいっぱい取り,は取り上げ始めますのでアマゾネスブラジルのアマゾネス州とかそのマナウスの時 報道というのは、ちょっと注視していきたいなと思います。はい以上です